皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今月も人工知能 AI に関するニュース、たくさん入ってきてますので、早速紹介していきたいと思います、えー。今回はですね、まずですね、ちょっと注目ニュースがいくつかあるので、これを取り上げていきたいなと思っているんですが、一つ目がですね、伊藤園さんがですね、多いお茶という、まあ、有名な ブランドのお茶がありますけど、このお茶のですねテレビ CM に AI タレントを日本初で採用したということがですね9月7日の YouTube チャンネルにアップロードされて皆さんに驚きがあふれているわけなんですけど、これね、またよかったらですね、伊藤園 AICM などで検索してもらうと出てくるのでご覧いただきたいと思ってるんですが、 これね、全然ね、もうわかんないですね、これ。まあ一応ね、あの、ホームページを見ると、まあ AI によって生成させたものに対して、これをですね、あの、デザイナー、クリエイターが微調整してますっていうふうに、顔を AI で生成させたのにって書いてるので、顔以外はもしかしたら、えー、人間がやっていて、そして顔の部分だけを生成したっていううに書いてるんですが、 ただ、全然わかんないですただ微調整がどのぐらいやってるかですけどね、B, どこ B なのか、本当にね、めちゃくちゃ調整してないのか分かりませんけど、まあこれね、かなりびっくりするので、ぜひ皆さんもね、ご覧いただきたいと思っています。まあ、ここでね、例えばの例ですけど、伊藤園さんって今まで誰コマーシャルを使ってましたかね。まあ、例えばですよ、例えば、 まあ、綾瀬はるかさんをですね、女優の綾瀬はるかさんを使っていたとしましょう。そうすると、まあ、彼女にですね、例えば CM を任せようと思ったら、そうですね、例えば1000万円ぐらいとかですね、まあ、このぐらいのお金をかけないとですね、CM タレントになれないわけなんですよ。そうすると、1000万かけて、その綾瀬はるかを使うのか、 そうではなくてですね、AI タレントを使うのかと。AI タレントは多分1000万かからないと思うんですよ。いくらかわかりませんけど、まあ、例えば500万はかかないと思うんですね。100万、どうですかで考えてみるとですね、じゃあ、その AI タレントでいいよってことになってしまうとですね、めちゃくちゃ CM コストが下がるわけですよ。 そして、綾瀬はるかは仕事を奪われるということになるわけなんですね。で、こうなってくると、これからね、何を考えなきゃいけないかっていうと、その、伊藤園の今まで、その CM のキャラクターを利用することによって、その、例えばキャラクターのね、 タレントさんを変えることによって、売り上げにどのぐらい影響を与えているかっていうことを考えなきゃいけなくなるんですね。これでもね、非常にいいことかなと思いますね。例えば、今までもきっとやってたと思います。えー、その綾瀬はるかさんだったら、どのぐらい売り上げが上がるけど、別の、ね、女優さんに変えたら売り上げが下がるとか上がるとかっていうことをですね、多分検証してるんじゃないかなと思うんですね。でそれが こう商品が変わるとわからないんですけど、同じ商品でやったときにどのぐらい効果があった、下がったかってことがわかると思います。で今回、この AI タレントを使うことによって、どのぐらいこれで売り上げが上がるか下がるかってことはおそらく検証されてくると思いますね。でこれでどうなるかです。でつまりですねその まあ僕なんかもね、経験ありますけど、何か物を買おうと思った時に、その自分が好きなアーティストが出てるから、その人を応援する意味でも、その人が好きだから、まあ、お茶なんていろいろあるけど、その自分が出てる好きな人のお茶を買おうとかって思うんだればですね、まあ、それを僕はブランドって言うと思うんですね。そ,れはそのブランドっていうものを買っているから、その 自分の好きな人をですね、採用するっていうことを CM ではすると思うんですよね。じゃあ、そのブランドって何なんだっていう話になると思うんですよね。えー、例えば、その AI タレントではなくて、その人の魅力だったりとか、その人のこだわりだったりとか、その人のですね、信念だったりとか、その人の生き様であったりとか、こういったものに多分共感してるから、多分ね、えー、その人のファンになってると思うんですよ。その顔がいいとか、そういうことだけではないと思うんですよ。 でそういうものをですね、AI タレントがこれからですね、どのぐらいやっていけるか、つまりその CM がスタートになっていると、そういう人柄とかですね、その生き様とかそういうの分かんないじゃないですか。でもこれから、いわゆる VTuber だったりとか、まあ、AI シンガーもそうですし、こういったものでですね、活動を AI タレントとしてやり始めていて、そのタレントとして AI として人気が出た状態で CM に 起用するってことになっていくと、おそらくですね、さらにもっと効果が出てくると思うんですね。これと、まあ、本物の人間が戦っていかなきゃいけなくなるということなんで、これはね、すごい時代が来たなっていうふうに思います。えぜひ皆さんもですね、あの、実際確認して、ねあの、まず AI か人間か見分けがつくかって話と、そしてこの AI にしたことによって、この CM としての価値が、その商品としての価値が、 下がるのか変わらないのかということですね。この辺も含めて、ですねぜひ皆さんも見てほしいなと思います。これが今日一1つ目のニュースですね。2つ目のニュースなんですが、はいこれ、銀幕一郎とタイムカフェというですね面白い名前の、まあえー、ロックグループがあるんですけど、この方々がですねその生成 AI を使うことによってプロモーションビデオを作っているんです。とねほとんどはこれ その動画を作ってるんじゃなくて、画像のスライドショーみたいなものを組み合わせることによって、まあ、動画にしていって、まあ、一部ね、その加工で、そのアニメーション効果みたいなの入ってますけど、ほとんどはスライドショーみたいな形になってるんですが、かなりでもですね、なかなかよくできています。で、こういったものがですね、これから出てくるようになってきた場合に、これも同じですよね。 いわゆるビデオクリエイターと言われている人たち、その本人が出演しているものではなくて、そのアニメのキャラクターなどを使った、そのミュージックビデオってたくさんあると思うんですけど、こういったものを作ってる人たちっていうのは仕事がなくなってしまうと。で、これ現にですね、そのロックバンドのですね、えー、バンドのメンバーの人が、このね、生成 AI を作って、 プロモーションビデオを作ったということで話題になっているそうなので、ぜひご覧になってみてください。これは、ね、再生回数はそんなに多くないんですけど、あのちょっと面白いろいネタとしてですね、2つ目として取り上げておきましたということなんですね。で、今度3つ目の話題なんですけど、3つ目はですね、えー、平野レミさんという料理研究家の方がいますが、この方がチャット g p t を利用したタレントロボット AI 平野レミロイドを発表したということが。 出てますねでこれからはこういうですね、まあ、平野レミさんって非常にこうキャラクターが立っていて有名な人なんですが、もうお年もですね、もう76歳ということで、本当に元気だなと思うんですが、この方々ね、あの当然、まあまだ分かりませんけど、もう76歳ですから、あとね100歳まで生きたとしても24年ですよね。でもこの ヒラレミ・ロイドというですね、この AI はですね、これからも生き続けることが多分できると思いますので、そうなるとですね、まあ、自分の代わりに自分のですね、分身というかですね、こういったものをです、ね、残していくということもできると思いますし、えー、さらにはですね、その、えー、自分のブランドっていうのを残し続けることができるわけですね。その人柄とかですね、さっき言った話ですね、この人の信念とか生き様とかこういったものを含めですね、ファンをずっと維持していくことができるし、 もっと言えばですね、これはチャット GPT などを使っているので、その自分の代わりにですね、まあ営業してもらうというかですね、話をしてもらうみたいなことも今後できてくると思いますので、まあ、こういう意味でもですね、非常に注目だなと思っています。あ、ちなみにですね、えっ、ー、と、先ほど紹介しました伊藤園さんのですね、えー、テレビコマーシャルの映像のものとですね、えー、そしてその前に紹介しました、えー、銀幕一郎とタイムカフェのですね、もの、少しですね、えー YouTube をご覧の方のためにですね、映像付きのものをご覧いただきましたが、さあ、もう一回戻りましてですね、今度ですね、4つ目のニュースなんですけど、これはね、やばいです。これ、中国の話なんですが、AI 生成インフルエンサーが24時間稼ぎ続けるということが出てきています。このね、その AI が生成するっていうことは、もう皆さん当たり前のように今できるようになったんですけど、これ、すごいのはですね、わずか数分の動画から AI が生成したもので、 24時間年中無休で働き続けることができるようになったということなんですね。なので、その、まあ、一回自分がですねあの、まず動画を作ってみて、それによってですね、その AI に生成させてですね、そうすると、ライブ配信をですね、自分が寝ててもですね、 のし続けることでできるわけですよということが、まあ可能になったわけです。まあこれ、どのぐらいね、そのライブ配信して、その実際にこうね、あのコメントに返して、返事を返してるかとかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まだそこまではいってないと思うんですが、ただね、やっぱりライブ配信って、 その今、ライブしてるからこそ、まあ、見に行くっていうものがあるので、そうするとですね、ライブをいつでも24時間やってるわけだから、そうするとね、そのいわゆるライブ配信の仕組みっていうのをハックできちゃうわけですよね。まあ、そういう意味ではね、これもね、強いなと思いますので、まあ、こんなニュースも入ってきてますということですね。はい。というですね、まあ、大きい4つ大きいニュースを紹介したんですが、それ以外にもね、たくさん入ってきてるので、紹介していきたいと思います。 はい、まずはですね、バードですね、Google のバードなんですが、えー、バージョンアップしましたということで、今回はですね、まあ、画像っていうものがですね、読み取れるようになりましたので、いわゆる Google レンズみたいな感じですね、画像を添付して、これ何が写ってるのみたいなことが。 できるようになりましたので、あとシェア機能なんかもですね追加になっていますので、えぜひね見ておきましょう。ちなみに Google はです、ね、今回のバードで入れたのを境にです、ね、例えば Gmail とか YouTube とか、こういったところにもかなり AI がです、ね、これから入っていくってことが発表されているので、まあ、これをまた追ってですね別の機会に話をしていきたいなと思います。はい続いてなんですが、マイクロソフトの方はですね、Bing で、えーまあ、チャット GPT を搭載されているということは話題になっていますが、今度はですね、マイクロソフト365コーパイロットという、マイクロソフトの、まあ、一番母感というかですね、ワードとかエクセルみたいな、えー、こういうものの母感ですね、マイクロソフト365の方にも、11月1日からですね、コーパイロットが一般提供されるということで、これはね、かなりですね、今後、ワ、えード、エクセル、パワーポイントなどにですね影響を与えてくるんじゃないかなと思いますので、 注目ですということですね。はい、さらにはですね、チャット GPT の方ですね、チャット GPT も結構いろんなニュースが入ってきてるんですが、一、まあ、つはですね、先日も別の動画でも話しましたが、えっ、ー、と、アルファというですね、早期プレビューのものが参加するとメニューが日本語になるよということで、えー、僕も動画で説明していますが、これが追加になってますねということですね。さらにはですね、チャット GPT の4ですね、4の方が、 今までは2021年9月までの知識しかなかったのが、2022年1月までに延長されたということなので、というニュースも入ってきていますね。あとはですね、えー、これから結構これね、インパクトがあるんですけど、ダ、え、リ、ー、2と今までね、あの使ってたものが、このダリ3になるということで、9月22日からに発表がありましたが、これでですね、今度は、 ChatGPT で画像生成が可能になるよとというこななんですねので、今まではダリ2は ChatGPT と別のサービスだったんだけど、ChatGPT 内でもこれが使えるようになって、画像生成が可能になるとで。これが10月から有料版の方のみですね、使えるようになるよということなんで、こうなってくると ChatGPT プラスですね。 プラスとそしてノーマルバージョンっていうので随分と差がついてくるっていうことなのでまたこれで課金する人が増えるんじゃないでしょうかねということでこれも大きいニュースかなということで紹介いたしました続いてですね他のニュースということで紹介していきますとですねアレクサですねアレクサの方も今回ですね生成 AI を 投入するということで話題になっていますね。ということで、今でもあのアレクサでいろいろ話しかけたらできるんだけど、えー、結構ね、まあ、今まで細かいことはできなかったのが、まあ、生成 AI が入るとですね、自然なおしゃべりっていうのが、これからもっとできるようになるということで、注目だということで、えー、これもアップデートがあるということが入ってきていますね。はい、えー、さらにはですね、これ、また追ってですね、紹介していきたいと思ってるんですが、 オープンインタープリターというサービスが発表になっているんですが、これがね、結構ね、やばいです。で、これについてまた追ってですね、紹介していきたいなと思ってますので、これをまたね、お楽しみということで、またチャット GPT、そして普通の AI に関連もですね、たくさんニュース入ってきているので、詳しくは僕のブログの方でいつものように随時追記しておりますので、こちらをですね、確認いただけばと思っています。はい、ということで今日はですね、以上ということで、また1ヶ月後にお会いしましょう。 ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。